よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。いくよ。じゃあ本日の動画始めたいと思います。5、4、しんたかです。やっほー、みんな、おっしゃー、やっほー。今日はですね、まあ、題名の通り僕たちゲイカップルのカバンの中身紹介をしていきたいと思います。はい、まあ先に言っときます、全然面白くはないです。全然思わないし、とかさっき決めたから赤羽の中身紹介しようって。マジで仕込んでなくって、マジでリアルな赤羽の中身紹介してよ。普段使ってるカバン紹介。そうね、いい、せーので、でーん、でーん、こっちがいい、でーん。まず僕からですね。これ僕が働いてるフェンディルの商品です。これめっちゃ大容量でさ、かわいくね、柔らかくて使いやすい。でこれガチャガチャで取った猿のキーホルダーをつけてます。でこれ高弘が作ってくれた目のブローチつけてます。かわいいです。かわいいです。お次どうぞ。失礼します。こちらレレンザラのレザーバッグです。これショルダーにもなるし、そう、まあ、こちらハンディバッグにもなるし、ツーウェイみたいな。でしかも中に小さいバッグ入って、バックインバックみたいな感じで、バックインバック、 OK。 ここね、一応ネジでやっててめっちゃ可愛いんだけど、なんかこっちのネジ取れちゃってガチのネジつけてます。イエーイ、 DIY。 じゃあもう早速、うん、もうカバンといえば財布、うん、おう、お財布紹介から始めていきたいと思います。よろしくお願いします。せーので、でこれあのかがりゆうすけっていうお財布のブラン、お財布のブランドじゃない、あのいろいろ売ってんねんけど、かがり、飛行機うるさい、ねえいい加減にしなよ。チカ運転やめてって言ったよね。もういつも邪魔してくるの、なんなんだろう。本当調子乗ってる、ね、今財布紹介してんだけど。ということでチカどっか行ったので、はい、財布これかがりゆうすけっていうブランドです。で、まあ、白黒でね使ってます。ガマ口です。あ、そう、これめっちゃ可愛いんで、ブランドロゴがもうここに、あ、これあった、ブランドロゴがこう入ってます。で、まあまあまあ、これカード入らへんから、カード入れ、うん、せーの、カードケース。こちらもまたまたかがりです。そうで、俺は白白で揃えてる。俺はシンからいただいた黒と、あとこれスペシャルな、もうめっちゃ希少なデザイン。そう、なかなかないやつなんだって。そう、でもこれさ、カード、あの IC カードもピッてできるし。そう、できるね。いいよ。で、これちょっと僕カードこれだいぶ減らしてんけど減らしてこれ やねんけど、しまらへん、しまらへんねん。続きまして、せーの、メイクポーティーでーす。これちょっとちっちゃい袋が2個やから2個持ちやねんけど、これはバームの袋に入れてます。袋っていうか入れ物に入れてます。はい。でまあ僕はあの鬼滅のその大ファンってわけじゃないんですよ。普通に好きで、まあ無一郎くんのねやつを使ってます。でこれダイソー1枚企画でちゃんと愛用してます。そう、めっちゃ愛用してます。一応見せよっか。でもありすぎてどうしようって感じ。こんな感じでよーす。これタカくんのメイクポーチの中、これでタカの顔が出来上がってます。そうです。で、これが僕の方です。ちょっといっぱい、あ、あ、ちょっと画面の端っこ、ちょっとごめんなさいね、ちょっと映りたくないんでこの辺で、すいませんって感じですね。ちょっと皆さんいいですか、あんまりないチンゲルです。全然合ってないけどな、音程、俺ら温泉に行ってないからね。はい、片付けてよ。ちょっと待ってや。怖い、怒っちゃって。マイメロなんだけど。だんだん上回ってきてるよ。ありがとう。まあ、二人共通で持ち歩いてるもの。うん。の、でーん。アルコール。もうこれ使いすぎてもう全然ないし、これ3本目ぐらいやねんけど。そう、俺も。アルコールで、ウェットティッシュで、マスク入れてる。ウェットティッシュにちなんだら、俺おしぼりめっちゃストックしてるカバンの中に。いい、せーので、てーん、あのビューティフルピープルのレザー、そうミニバッグ、ミニポーチ、うん、
なんかこれこうやって開けるんだけど、あのまあ小銭入れとしても使えるし、アクセサリー入れとしても使える。うん、俺らはねアクセサリー入れてる、うん、なんか電車でさ帰っててさ、まあ、家まで歩いてる時とかにもう全部外してこの中に入れる。で次の日朝家でつけんくってももう電車でこう指輪とかつける。なんかこれじゃなくても、うん、そのアクセサリー入れとか持ってたら結構楽よ、うん、おすすめ。せーの、充電器。もうこれは持ち歩いた方がいいと思う。そう、一生持ち歩いてんなこれ。なんかモバイルバッテリーは持ち歩いてないね。うん、あれすなんかさすぐなくなるやん充電。そうけどこれは持ち歩いてる。なんかさご飯屋さんとか行ってさ、うん、やばい充電ないみたいな時に、うん、充電できますかって言ったらさ大体断られるやん。そう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 。けどすいません充電できますか、あの充電器を持ってるんですって言ったら、あいいですよ、そう大体大体の、じゃあ預かりますねってそうやってくれる。でももしそれ言ってあのえできませんって言われたらこっちには文句言わないで、ね、ごめんなさい責任は責任は取りません、ね、はい次です。せーの、でーん、エアポッツ。もうこれも必需品やん、これは絶対必要だって。そう、あ充電がない。100均のカバーやねんけどこれ上どっか行った。これも100均、うん、雲乗ってんねん、かわいいやろ。で、なんかあの俺らのさタバコを結構知りたい人が多いらしくて、うん、ちゃんと公開したいと思います。せーの、でーん。まあ紙タバコはね、うん、2人とも、まあ、僕はアイスブラストゴミ丸々で、ケンタのスリムスリムのなんかピンクみたいなやつ、ピンクみたいなミリみたいな。電子タバコは、まあ、これプルームテック2人とも一緒、味も一緒、なんか画面見えるからめっちゃいいと思います。あそうごめん、俺ライターさなんか知らんけどめっちゃあって。あんたこれ俺のライターじゃない？あそうなの、あのあげるよ、あの困ってる人はあげます。ぜひぜひ、あこちらまで連絡ください。いせーのでピン、香水。これ持ち歩いてます、香水。でかない？でかすぎやろ。みんな侍知ってる？顔ぐらいの大きさ。ヤンキーの車の匂いがする香水。匂わして。あ、めっちゃヤンキーの車の匂いする。え、これやべえよ。あのさ、これ中学校の頃から持ってんの。あともうさ、もう少しでなくなるから、次はこのさ、バームっていうブランドのコロンに変えようと思ってる。これ俺はロエベのパウラズイビザコレクションの、香水。これめっちゃいい匂い、フルーティーですごいお高いよこの香水。いやもったいない、ちょっとでいいよ。あそうそうそう、あすごい、めっちゃいい匂い。せーのでーん、あのピン、まあ、定番だよね、まあ、俺らの定番、うん、まあ、このピンを持ち歩いてます。ピンはいつでも持ってる。持ってる、ね、いつでも。だってメイク直しするときさ、居酒屋とかでさメイク直しするときとかピンってできるやん。そう、以上です。あ続きまして、え、もう全然ない、多分バラ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 、オッケー。じゃあ僕からいきたいと思います。フィルムカメラ、デレン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 デ。これあんまなんかさ、うん、フィルムカメラ持ち歩いてること忘れて普段全然外で撮らへんねんけど、うん、でも思い出したら撮ってます。はい、でん、名刺、名刺入れ。あの僕たち一緒にブランドやってんねんけど、はい、そのブランドの名刺です。名刺、はい、続きまして、伊達メガネ。これパーシールーっていうブランドで、こう歪んでるデザイン、めっちゃ可愛いこれ。うん、可愛いな、こんな感じ。今日の服装にはちょっと合わないけど、俺はマスク、アセッタズムの僕が働いてるブランドのマスク、うん、を入れてる。ボールペン、俺もペン。これアンダーカバーのボールペンと、これケロッピのペンの、ジェットストリーム、これが一番書きやすいよ。まあ俺の中でジェットストリームが俺も一番書きやすいと思う。あと、もうマジでない目薬、エヴァのシンジ君やん。そうそう、やばい、だから買った。まあ、あとは家の鍵、うん、とバイクの鍵、まあこれあの写真撮られたらやばいんでこうやって紹介します。ね、なんか多分おもんないと思うから、なんかあの普段持ち歩いてるやつじゃなくて、まあ、強いて言うならたまにこれも持ち歩いてるみたいな、うん、そうやな、やつをじゃあ紹介します。まあ普段まあ持ち歩いてる孫の手
まあ、あの背中かゆい時とか抱えたりちょっとムカつくやつしたらこうやってやったりとか、まあたまにしてるかな。なるほどね。うん、俺はそんなくないじゃない。でもさ面白くないじゃんそんな。まあ普通に、まあ、思んないと思うけど、まあローションはい、ローション持ってんねや、うん、まあ、うん、どうやなんか最近さ冬だったからさ、うん、喉乾燥するかなと思って、まあ加湿器まあ強いて言うなら、まあ、加湿器は持ってるかな、うん、っていう感じかな。なるほどね。うん、加湿器ねそうそうそう、だってさあのたまにさ電車とかって空気悪いじゃん。空気悪いからさ、はいはいはい、なんかこうやってさ使えるよな。そう、アロマ入れたら超いい匂いだから、うん、隣の人も多分嬉しいと思う。そうそうそう、うん、次、まあ、結構これ使うのがなんかいざとなった時やねんけど、まあ、ボールとザル、これ結構使えるんよ。そうなんだ、うん、どういう時に。絶対あの片方だけじゃあかんくって、うんうん、絶対この2つやねんけど、うん、そうそうそう、なんか甘いもん食べたいなーって言って、そうそうそう、とかにめっちゃいい、うん、このぐらい、うん、もう俺ないマジで。俺あんねんだ。まあさ、まあ、洗濯したい時にまあモールドとか当たってたね。当たっ、これめっちゃおすすめだよ、いいニュース。どこで洗濯する。まあこのぐらいかな。俺ももう以上、ほらもう、うん、もうないから。俺ももうないです。もうこんな感じです。こんな感じだね。じゃあまあ参考にしてみてね。お財布とかさ、うん、小物とか、まあ、お揃いにしよう、みんなで。じゃああの真似したい人は真似してください。はい、じゃあバイバーイ。ありがとうございます。